餃子のいい匂いがするな。同感だっち。勝手に出てくるなって。そうだったっち。隠れたんじゃなかったのかよ。ぬいぐるみのふりしてるっち。それじゃあピン君、リエと一緒にいましょうね。一票天使っち。はいはい。でどうして出てきたんだ。いい匂いがしたからっち。おいら本能には正直なタイプっち。だから食べ歩きに連れて行けっち。秋葉原のグルメを満喫したいっち。残念だったなピン君。秋葉限定のドッグフードなど存在しない。普通のお店で大丈夫っち。地元にいた時もさっきと食べ歩きしてたっち。ま、たまにはいいか。ピン君、いい子にしてるんだぞ。おいらはいつでもいい子っち。それじゃとりあえず餃子でも食うか。おい餃子くせえぞ。お味の方はいかがでしたか。うまかったっち。え、それだけ。もう少し他に感想はないのかよ。そう言われてもうまいもんはうまいっち。なんだかな。朝日、次の店に連れてけっち。おいらカレーが食べたいっち。秋葉でカレーといえばやっぱりジャンク通りのマルパだな。早く行くっち。朝日、さっさと入るっち。つうか俺腹いっぱいなんだけど。おい、カレーくせえぞ。ピン君、カレーのお味はいかがでした。うまかったっち。だからもうちょっとまともな感想はないのかよ。キャベツがいい味出してたとか。うまいんだからそれ以外はねっち。おいしいは最上級の褒め言葉ですもんね。もうリッピョンまで。朝日、今度はつけ麺が食べたいっち。さっさと連れて行けっち。別にいいけど俺は食わないからな。それじゃ電気街口のエスベイでも行くか。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。ほら、着いたぞ。早速食べるっち。俺もうお腹いっぱいだから。あの、朝日さん、その、リエもお腹がもう。朝日、さっさと連れてけっち。なあ、もういいよ、ここで最後だからな。おい、ニンニクくせえぞ。すりおろしニンニク頼んだのは朝日の方だっち。お二人ともつけ麺はいかがでした。ああ、うまかったよ。で、朝日さん、ピン君と同じ感想です。朝日、オイラと気が合うっち。これからも一緒にグルメを探求するっち。ピン君と同レベルだなんて。喫茶いかがですか。今ならワンドリンクサービスです。いくっち。こらピン君。ん、なんでもない。ごめん、気にしないで大丈夫だから。もうピン君、あんまり勝手に出てきたらダメだろ。メイドさんと遊びたいっち。その顔どうにかしろって。チッチッチ。ぶっ飛ばしたい。
やめるっち。オイラのキュートフェイスが歪むっち。心が歪んでる。朝日、オイラをメイド喫茶に連れてけっち。なんでだよ。じゃなきゃ失踪するっち。はいはい、どうぞご自由に。ひどいっち。つかピン君、お前メイド喫茶は入れないだろ。ちっちっち、問題ないっち。ぬいぐるみのふりをして切り抜けるっち。だからメイド喫茶連れてけっち。さっさとしろっち。だもわかった、今回だけだからな。さすが朝日っち。それじゃオイラを抱っこしてろっち。は？それは嫌だ、完全に不審者じゃんかよ。でしたら私が抱っこしてますよね、ピン君様。ありがとうっち。できれば谷間に挟んでほしいっち。それじゃ出発進行っち。萌え、変なことされたらぶっ飛ばしていいからな。それでは中央通りの本気へ行きましょう。この時間ならナナちゃんがいると思います。ありがとな、ナナ。いえいえ、とんでもないっす。ワクワクが止まらねっち。あ、こら、ピン君、わかってるだろうな。オイラはぬいぐるみっち。どうしたっすか？それじゃあ、ナナ、仕事の方、頑張ってな。いえいえ、こちらこそっす。どうも、ありがとうございましたっす。で、どうだった、ピン君。いや、やばかっち。何がだよ。もう、萌が前にかがむたびに、オイラを圧迫する幸福感、たまらねっち。え？あー、クソムカつく。で、メイドの方はどうだったんだ。みんな可愛かったっち。接客も雰囲気も最高だったっち。喜んでもらえたみたいで何よりです。オイラ、メイド喫茶に住むっち。一人で住んでろ。朝日、次に連れてけっち。オイラ、駅前広場の店が気になってたっち。ということは、洋風カジノレストラン、ズランバニアですね。出発進行っち。これで終わりにするか。疲れたし、スミレのエデンで休もうぜ。パソコンショップっち、強化しておく。
アサヒ、ちょっと待つっち。どうしたんだ？萌えに頼み事があるっち。どうしました？ごにょごにょごにょち。それはナイスアイディアです。了解しました。行ってきますね。あいつら、何話したんだ？あら、いらっしゃい。メイドさんは最高っち。ごめんなさい、こいつテンション上がっちゃってて。楽しそうじゃない。オイラいいこと思いついたっち。こうなったらメイド喫茶を作ればいいっち。お前何言ってんだ。ちちち、オイラもう手は打ってあるっち。お待たせしました。ちゃんと持ってきましたよ。で、萌え、どうしたんだ？そんなにメイド服を持って。使ってないメイド服を持ってきましたね、ピン君様。萌え、ありがとうっち。これでピン君メイド喫茶作るっち。なんだ、そういうことかよ。手始めに仲間たちに着せるっち。琴美が着てくれると思うか？それでも突き進むのが男のロマンっち。何が男のロマンですって？なんだ、聞こえてたか。琴美、メイド服っち、さっさと着替えろっち。あんた、バカなの？私が着るわけないでしょ、この変態ピンク。チッ！そんなにメイドが好きなら、連れて行ってあげましょうか。チチッ！さあ、行きましょう。楽しい楽しい、メイドへの片道旅行よ。朝日、そういえばここは何のお店っち？あ、ここは里吹屋だよ。フィギュアとかグッズとか売ってる店だ。フィギュアにグッズっち？なんだ、欲しいのか？オイラいいこと思いついたっち。それじゃあ行くか。ママ待てっち、オイラの話を最後まで聞けっち。はいはい、で何を思いついたんだ？オイラのマスコットを作るっち。よし、それじゃあ行くか。だから最後まで聞けっち。分かった、聞いてやるって。で、ピン君のマスコットってなんだ？まず、オイラは可愛いっち。こんなに可愛いオイラのマスコットを作れば大儲け間違いなしっち。ピンクメイド喫茶の開店資金もあっという間に貯まるはずっち。目的はそれかよ。絶対にうまくいくっち。マスコットか。小さいぬいぐるみみたいな感じかな。そうっち、それっち。一体ぐらいなら作ってあげてもいいわよ。ほんの息抜きね。二人ともどうしたんだ？だってマスコットがあったら殴りたい放題じゃない。もう琴美ちゃん、だけどその気持ち分からなくもないわ。さっきまでっち。冗談よピン君。確かにピン君は黙ってたら可愛いわ。だからマスコットならちょうどいいんじゃないかしら。傷ついたっち。なあ、さっき琴美、それじゃあ本気でマスコットを作るのか？そうね、久しぶりに型紙を起こそうかしら。せっかくだし可愛く作らないと。布と綿なら余っているわ。アサヒ、あんたは目に使うビーズを買ってきなさい。あ、そうだ。だったらぶら下げる用のチェーンも調達を頼めるかな。え、俺が集めんの？何か文句でもあるのかしら？ないっち。お前が言うな。それじゃ、私たちはスミレのエデンで作業してるわね。全部集まったら届けに来てくれるかな？任せとけっち。とりあえず電気街口のレディオ会館でも行くか。セーブする
上書きに気をつけろっち。妄想球っち。はあ、ついたけど、なんで俺がこんなことを。朝日、急げっち。時は金なりっち。これも大儲けのためっち。大儲けしたら30円あげるっち。なあピン君、目に使うビーズ買うんだっけ。そっち。ってことは、どうしたっち。ピン君、目のサイズを測らせろ。な、何をするっち。うりゃ、このいや、やめろっち。日頃の恨み。耳を引っ張るなっち。ふう、これで大丈夫だろう。ピン君、おかげで助かったよ。さ、殺意を感じたっち。それじゃ、さっさと買いに行こうぜ。ま、待てっち。はあ、いいのが買えたな。オイラの犠牲と引き換えっち。ピン君の犠牲、無駄にはしない。スミレのエデンに向かうっち。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。買ってきたぞ。あら、ずいぶん遅かったじゃない。まさか遊んでたんじゃないでしょうね。オイラ、遊ばれたっち。まあいいわ、さっさと材料を渡しなさい。はい、これ。それでそっちはどうなんだ。型紙起こしは終わったわ。今最後の仕上げをしているところなの。だからちょっとだけ待ってなさい。楽しみ。これでどうかしら。うん、デザイン通りね。おお、完成したのか。はい、これ。すごいっち。おいらがいるっち。おお、頑張って材料を調達した甲斐があるな。当たり前じゃない。だって私がデザインを起こしたんだから。そして私が作ったのよ。おいらが可愛いおかげっち。黙ってたらな。さき、ことみ、ありがとっち。この調子でよろしく頼むっち。はあ、何の話よ。大量生産に決まってるっち。ピンクメイド喫茶まであと一歩っち。バカじゃないの。ちっ、だから最初に言ったじゃない、息抜きに一体だけ作るって。なぜっち、こんなに可愛いのにっち。出来がいいからって売れるわけないじゃない。だって見た目が変態ピンクなのよ。ひどいっち。大丈夫、ピン君は可愛いよ。黙ってたらだけど。二人ともひどいっち。オイラのマスコット絶対に売れるっち。自分の可愛さには自信あるっち。そこまで自信があるならとりあえずオークションにでも出してみるか。落札者ゼロだったりしてな。絶対に売れるっち。土地が買えるくらいの大金つかむっち。その必要はないわ。このマスコットあんたが持ってなさい。え、私がもらっていいの。この変態ピンクの保護者はあんたでしょ。だからその権利があるわ。うん、ありがとう。この子のこと大切にするね。よかったねピンク。オイラ2号っち。お兄ちゃんとして大切に可愛がるっち。お前、さっきまで弟を売りに出そうとしてたんだぞ。